よし、スタート。自動無料延長オン。来た。あ、音でかいかな。おはよう。音量大丈夫ですかね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。そう、あの朝曇りの予報だったけどいい天気ですね。なんか走ってる人いますね。あのラチェット音がうるさいんですよ、あの人。なんだか、あの人カンカンデリーに近い。おはようございます。記録記録。今日もあの GoPro は録画してます。リンリンで、リンリン、さっきあのこれ放送始まる前に GoPro に対しても言ったんですけど、ね、レムさんいらっしゃいませ。あの人、あの人言ったんですけど、よく考えたら私はリンリンしようにも、あ、キロキロさんいらっしゃいませ。こっちの方割と割とこっち方向ですよね。あのキロキロさんはリンリンロードを、よく考えたら私はリンリンできない。あのベル持ってきてないから、よく考えたら法律的にやばいんだよな。鳴らすシチュエーションはないとしても、あれはつけてないと法律違反ですからね。一応何か鳴るものついてなかったっけな。お一人様ですか。お一人様、実は一人じゃないんです。あの人、あの人は多分今9時になった瞬間狙って走ってますね。あ、四国雨、明日雨みたいなんですよね。突射というか、あ、仕事、お仕事なんですね。おはようございます。ぐるぐるしてますね。あの人です。Z さんです。 Z さん、あ、カネゴンだじゃない。なんだこれ。自転車のベルくらいなら口で代用できる。自転車口でリンリン。ちょっと待ってください。フォーカスをちょっと、じゃあ Z さん来た。 Z さんです。カネゴンかと思ったら違うな、これ。補給食。なんだこれ。最近のライダーか。亀の甲羅みたいなの持ってますけど。今時のライダーじゃないのかな。あ、映画版、仮面ライダー映画版。そうです、イーグルじゃないや、 CRC。 CRC、 オーズ。今のがね、フォーゼでしたっけ。あのなんかフォーゼはあれはどういうシチュエーションのやつなんだろうな。設定を知りたい。はい。あ、でもそうか、写真いらないんだ。そう、あのちょっと連れていくには。何キロデコなの。今日は4キロぐらい。4キロぐらい。4キロ地元の方ですね、それ。駅まで4キロ。ああ、誤爆。どれが誤爆かもすみません、聞こえてなかった。トイレ、そう、ここトイレ綺麗なんですけど、将軍様、このトイレがですね、新規2つある。こっちにもある。何線の駅？ここは水戸線です。水戸線の岩瀬駅、初めて来ました。水戸線、水郡線っていうの、あの水戸郡山線の水郡線っていうの、前あの近く走ったことあるんですけどね、途中で駅寝して。おはようございます。おはようございます。いい天気。目的地トイレじゃないです。それだともうゴールしてる。ん？2台でぐるぐる。あ、北陸にも。へえ。肛門臭い。うん、今からスタートです。今日はですね、最短40キロぐらいらしいので、しかも平坦なので、この人だったらですね、2時間弱で走ってしまいます。いや、普通に走ったら。電波。電波が筑波山に登ったりするとわからないですね。おはようございます。ただ一応筑波山のロープウェイのところあるっぽいので、標高200メートルぐらいまで登って、そこからロープウェイ沿い、ロープウェイに乗って行ってる間は映せるんじゃないかな。まあ登るかどうかまだ決めてないんですけどね。今日は止まらないつもりです。一応は。明日雨だから。そう、のんびり行かないとすぐ終わってしまう。で、私はリンリンロードの、筑波山と土浦の間、昔走ったことあります。見てみたら 10年前だった。早起きですよ。私は家、最寄り駅を5時半に出てきました。相変わらずの重装備ですね。もう一人は Z さんです。ピース。徹夜？百名山で一番低いやつなのか。へぇ。男体山と女体山がありますね。あれ、なんていうの、男体山と、あれ、女体山は女体山でいいのかな。男は男体ですよね、男体山。
で、確かに与太さんの方が高かったはず。あ、今ここ出てないですか。ずっと今日出してたつもりだったんですけど、秦野さん出てくる危険性あり。はよ走って、ちょっと待って待って、何体ですよね。自動延長 OK。 あ、自動延長 OK です、ありがとうございます。そう、よくちょくちょく忘れてるから。ゆっくりゲーム、あれまた声変わってる。あれ、これじゃなかったですか。ゆっくりはロボさんはどこで買ってますか。いかやく Z さんってどっかで自転車壊れた位置。これじゃなかったっけ。人通り、車通りね。ちょっと見てみるか。牽制があり。あ、竜巻なんかあったんだっけ。さ、なんかで見たな。与太さんと南太さんの間の道は岡間道と言います。女峰か。 Z さんの体格なら 100km h でそう。紫外線対策は見ましたか。紫外線対策塗ってます。今日は自転車日和ですね。腕毛、腕毛。そう、今日あの予想以上に自転車日和ですね。曇りのち晴れでしたよね、確か予報だと。それがもうなんか結構よく晴れてます。読み上げ、読み上げ。いろいろずっと言われてますね。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ？これでも登れるとこまで登って。そうそう、あのシュペールランドヌールの人なんで、この人600キロとか走る人ですよ、1回に。1日じゃないですよね、あれ1回に。40時間。あ、40時間。もう夏の空ですね。徹夜で600キロと言った方がいいのかな。おはようございます。あれ、どこだ。あ、ライクさん、おはようございます。あれ、声はどこで見るんだっけ。いや、やっぱりあのいつもの声ですよ。いつもじゃない声、こっち。ん、先日。ここは駅前のように見えますが、全然人がおりませんね。これじゃないな。いい天気ですね。聞こえづらいの。 Z さん聞こえてますよ。よく周り静かだからよく聞こえますよね。これはでも聞き取れない。これ男性声です。中性声。なるほど。機械1。これキンキンしてるけどよく通るな。知らないやつが喋ってる。まあいつものこれですね、やっぱ。ゆっくりレムの声、最初からそうじゃなかったですか。よし、じゃあ昼食はですね、あの筑波山の入り口のとこに、このつく、ん、マイク、マイク、筑波山のこのリンリンロードを検索するとですね、なんかなんだろう、いわゆる NPO 団体的なものなのかな、その盛り上げようとしている団体があって、そこのカフェがあります。そこで食いたいな。ただ放送できるかどうかわかんないですけどね。拾ってる音声がおかしいのかね。ん、拾ってる音声がおかしい。こんなの入ってたんだ。あ、名前ですね、サイバーサイクリスト。え、マイクおかしい。会いませんでした。いっか。白熊パン、白熊パン知ってます。白熊パンって、あれ埼玉の方でなかったっけ。で、こっからリンリンロード出るにはどうすりゃいいんだ。反対側に行けばいいのかな。これあのヤフー地図取り込んでます。そのあたりについてはコメントしません。そのあたりについては放送では少なくとも私は、てか放送のネタにはしたくない。私は自転車旅行以外は放送ネタに一切したくねえ。私のプライベートも言いたくないし。はい、水買う。あ、水。あ、そうか、コンビニがないか。はい、いや、あの、はい、そこ抜けられます。ていうか、こういう時は iPhone 見ればいいんだ、素直に。電波あるとこなんだから。コンビニ、いや、多分あると思いますよ。でも駅前にないのはすごいな。あ、あれは、あれはセイコマじゃないですか。違うか。なんか伊藤ヨカドっぽいマークのやつですか。オレンジ色と白のやつ。行ってみましょうか。というか、セイコマ中は映せないけど、セイコマはですね、安いですよ、いろいろと。行ってみよう。セイコマ、水戸の方では見たことあるんですよ。あ、ホイールまだらしいです。あのホイールはあの交換してはもらえるらしいですけども、あの同じような破断やった人の例が少ないらしいんですよ。茨城ですよね、ですよね。
やっぱセコマじゃないかあれ。でセイコマ昔は白とオレンジだけだったんですけど、最近白とここ数年は白とオレンジともう少し濃いオレンジのあのパターンが使われてますよね。あやっぱそうだ、さすが北海道で、そう北海道であの慣れただけはある。看板が一部見えてるだけでもセイコマを発見したって、まあそんぐらいわかるか普通。遅いよ遅いよ。おお、なんか道路はやたら新しいんですよね。だから今さっきあの Z さんも今日乗ってきた水戸線5両だったんですけど、前4両から5両になったっていう話なんですよ。あ今一瞬逆走になりましたかね。よし。セコマだ、久しぶりだな。北海道も久しく行ってないから何年ぶりだろう。あ、ホーマークも、あ、そうそう、ホーマークもあの北海道出身ですよね。これですよ、セイコマート。あ、でもこれ新しい方かな。ええ、そういえばと思って。ホットシェフってここはあの店の中で調理してるタイプのサービスですよね。そう、席巻すべき。あの北海道でですね、どんな田舎でもほぼ全てのあの。全ての集落地にこのセイコマがある。あ、これこれ独殺、これこれこれ海鮮焼きそば100円。このパスタがですね、パスタがパックに入って100円なんですよ。100円パスタ、私が最初初めて見た時にはまだなかったんですけどね。あ、今ここ出てますかね。安いよな、やっぱ北海道と関東。いや、セイコマ昔から水戸で見たことあるんで、こっちにはあるらしいんですよ。じゃあちょっと買い物してくるんで、どっち見せといたらいいかな。駅の方向かな。北関東、いや、あの私は水戸線に乗ってきました。3時間、4時間ぐらいか。5時半に乗って8時、あ、9時前に着いたから3時間半だ、じゃああの買い物していきますんで、皆さん誰が来てもあのおとなしくしとくように。
放射能から西日本に逃げたら黄砂で線量が高くなったでござる。一人がコミュニティに参加しました。356、年齢が高いことになります。100円パスタ、今日食わなかったらまた食う機会ないなと思って。夏に北海道行くの？98円来た。以前もらったので少しもらってください。すいませんが。東は天気いいのか。放射能ネタおでー、素晴らしい天気ですね。放射能ネタはネタにはしない。私はわらわら、10個くらい買いましたか？10個買ってない。でもやっぱり100円でちょっと足せば軽く1食分になりますね。焼きそばか。やっぱ極端に安い。見せてよ。パスタ、ちょっと待ってください。今ちょっと、これも結構成功もあって、前から100円のペットボトルやってたんですけどね。ロボさん滑舌いいね。滑舌そうかな。あ、ゴプロ、どんな感じ？ 100 円でパスタ買えるせこまいね。100円パスタ、私まだ食ったことなかったんで。2つで198円。外出、あ、それちょっとまずいな。あんまり毎週放送しないようにって、もともとそんなしてないけど。安いでしょう。ただちょっとこの地べた以外でどっかないかなと思うんですけどね。駅にちょっと戻って食えるかな。駅の中ちょっとまずいですよね。ベンチかなんかあったっけ？ないかな。あ、リンリンロード。お、なんか作ってますね。いや、でもやっぱこの、この上で食えばいいか。自転車、そうですね。今すごいタイミングだったな。私はこの100円の、100円のパスタを食ってみたかったので、買いました。チーズトマトクリームパスタ100円。消費券、チーズトマトクリーム。カロリー結構ありそうですね。100円デフォですよね。でも私北海道毎年行ってた時にはまだなかったんですよ、これ。うん。じゃあちょっと、そうそう、ゴミもここで捨てられるから、やっぱここで食うのがいいな。100円にしてはちゃんとしたものだな。そうそう。畳の、ああ、今日持ってくればよかったかな。よいしょ。さて、どんなもんですかね。味について。あくまで100円ですからね、100円。あ、今日に一瞬の人いますね。日曜に、何時に予約されてたっけ。燃えるゴミ。かな。紙おむつ？あ、おむつは絶対に入れてください。本当に、本当になんていうかな、本当になんていうか。本当に自分が楽をするためだけに、あ、人がどんだけ迷惑してもいいってことなんだな。うん。こういうことでなんか妙にテンション上がるの。東京進出、してませんかね、まだ。じゃあ、いただきまーす。この人シュペルランドヌルですから。お、あ。何だろう、何の写真なんだろう。じゃあちょっと早速いただきます。 GoPro にもこれどのぐらい撮れてるかな。 GoPro マクロないんですよね。100円
いただきます。すごいですね。ねえ、うんうん、取られちゃった。でもいかんせんセコがあまり美味しくない。わらわら。いや十分だな。美味しい。ソースちゃんと。より安いし。あ、うまい。すいません、少しもらってください。あ、ありがとうございます。昼飯食えなくなってしまう。自分で買っときながらあれですけど。さて味の方はマッシュルーム。味はですね、割とあの麺がなんていうのかな。お味は。ふにゃふにゃで、ふにゃふにゃでもなくて、そこそこ、そこそこ。10点の全然違いますよね。10点中、味としてはどうだろうな。私の基準で今頭の中で、割と客観的に見ようとして7点ってところかな。すごい高い。いや、10点です。私は確かに味の、もちっとまではしてないかな。あ、食うときはちゃんと渡した方がいいですね、こういうこと。結構うまい。ですよね、ですよね。結構うまい。どうですか、7点という。デッサン、放送は多分まだしたことないですよね。ないです、ないです。それかこっそりやったことあるのかもしれないけど。いや、どうともありますよ。機材は。機材はありますよね。うん。デッサンも大食いじゃないですよね。うん。いっぱいの。ちょっと食ってみたかったので、一人だったらこれちょっとためらってたな。あ、そう、あのフォーク渡されそうになったんですけど、箸くださいって言って、以前も。いきなり飯か。セコマからリベートもらった。うん、わら、本来パスタとはこういう安いものなんだよね。うまそうだな。Z さんは、なんか学校の帰り的な感じですよね。てか、学校の帰りこれ食ってる学生いるだろう、絶対、北海道。これちょうどいいですよ。うん、学校帰り。部活の後とか。辛い焼きそばも100円あるよ。わら。あ、そうそう、焼きそばもありましたよ。海鮮焼きそば。うん、残りか。あ、じゃあ残りは私が。大盛り。まあ2つくらいだけですからね。200円で本当に1食分は超えそうな。少なくともカロリーは絶対超えると思う。割とチーズ感もありますよね。そうですね。もっちり。トマトチーズパスタだっけ。帰りは焼きそばにしようず。焼きそば有名なんですよね。あ、ほん。有機だっけ。少年の心のお父さん。そう、有機駅っていうの途中ありましたけど、あの有機ですか。有機かな。うん。30分ぐらい手前でしたかね。うん、こんにちは。あ、いらっしゃいませ。あ、マルちゃん。あ、弁当見てなかったな。聞こえてます、周りに結構。ごちそうさま。箸どうぞ。あ、すみません。美味しかった。十分だな。いや、今週はペヤングだから。あ、あのおじさん、この辺に粉まで見たよ。車で買い込まれて、用事に話しかける事案発生。話しかけてしまった。ノーヘルで。ヘルメットですよね。私も一遍北海道でヘルメットを暑くてしてない時に焦げて頭を打って記憶を一瞬失って、でその後でしたね。あのヘルメット割れるほどの落車したのは本当にラッキーだった。そう、ヘルメットしてなかったらあの時本当にあの後遺症とか死んだりっていう可能性が十分あった。まあもちろんあの確率の問題なんで、ヘルメットしないと 100% ダメですよとは私は言い切れないけど、ヘルメットしてて割れるほどのあの転倒した時のありがたさと言ったら、西日本クラシカル、あ、格好がですか。落車はですね、ヘルメット割れた時には、あ、翻訳らしいですよ。ヘルメット割れた時には3人で縦に並んで走ってて、相模川沿いをで、前の2人が車止めをさっと避ける瞬間見てなくて、よそ見してて、で真正面からその車止めにぶつかって、板はあの鉄板張ってあったやつなんですけど、綺麗に前転かまして真正面から頭突っ込みましたね。真正面やで。そうだから首が一瞬あの縮んで、いやあのなんだっけ、息ができなかったしばらくで、幸い首の障害もその後は残らなかったんでよかったんですけどね。本当にラッキーでしたよ。まっすぐ落ちたからよかったのかもしれない。前の人教えてくれなかったのか。前の人救急車呼んだ。いや、あ、救急車じゃなくて、その時は帰りました。普通に輪行して。怖すぎる。全治何年かかったの？スピードあんまり全治、ですね、首の痛みがなくなるまで数ヶ月かかったな。危なかったですね。
本当危なかったです。ヘルメットが代わりに五輪銃、五輪銃しました、あの割れました。じゃあお待たせしました。よし、あ、9時になったら、9時になったら間違った判定で放送が終わったと表示されるかもしれませんが、あのそこから 2,3 分で復帰しますので、しばらくしたらまた見てみてください。首に、よそ見、うん、集団、そうですね。10時、9時に終わったと表示されても一応続いてるはずなので、自転車もヘルメット着用義務付けすればいいのに、義務付け、うん、なんか義務にした方がいいかどうかっていうのは私は微妙なんですけどね。まあ少なくとも自分は命助かることがあるっていうところは大きいですね。あと確かに他人に対して大怪我することによって人に迷惑かかるっていうの考えるとした方がいいとも言えるけどな。私も最初はヘルメットしてなかったし、いつからしたんだったっけな。本日の見どころはずっとフラットですね。あ、かぶれない。配線跡、いや、あんまり、あ、でも確か途中に停車場跡があったかな。うん、あとヘルメット高いんですよね。もうちょい安くなんなんでか、これ今私が使ってるこのファロっていうやつも1万オーバーぐらいですね。うん、ヘルメットでもやっぱ大事だと思う。さて、まあまあ、どうどう、ん、筑波さん、あ、さっき列車の中から見えました。で、ん、フルヘルスはちょっときついな。ナショナル自転車で、さっきそこから抜けられるんでしたっけ。ネルメットは実店舗で試着して海外通販で買う。海外通販で、すみません、私はそれやってしまいました。コストコでメトのヘルメットが3000円くらいで売ってるのを行かれ、ファローは一応サイクルベースで買ったんだっけ、アマゾンで買ったんだったかな。わら、うちの近くではヘルメット1億5000円くらいするから定価約1億5000円か。日本にお金を貸してよ。日本に、いや、あのヘルメットは一応国内で買いましたよ、通販だけど。試着は、試着しに行ったのはすいません、ワイズさんにちょっと試着させてもらいました。まあグローブとかも買ったから許してください。あれ、652円のレス、全然懐かしい。 GoPro 映像5であげてね。あ、 GoPro 映像あげます。先週の分もまだ編集に着手したばかりです。まあ、尺度、そうですね。私はリンコ袋の中に入れてしまうタイプですが、飛行機リンコの時だけは外に出してます。リンコ袋の中に入れてるとヘルメット弱い部分が割れて取れたりするんで、列車で自分で持っていく時には問題ないですけどね。正しい使い方いいんだろうか。そんなこと推奨してまずいですよね。で、これが水戸線の線路です。ガーミンは、海外輸入のやつ、代理店の一応国内業者だけど、もちろん作ってるのどこでしたっけ。ガーミンってどこだっけ。なんかイギリスか台湾かそのあたりのイメージなんですけど、あれ、どれだ、このあたりか。あ、ちょっと今なんて書いてあった。そう、自転車保険も、私も長らく書いてなかったから人のことは言えないですけど、11くらい8くらいのアメリカ企業で台湾製造だ。何の薬剤散布するんだこれ。そう、こっからあれですね、あれだ、この赤色のこの道、どこ行った、何、今の石、薬剤、今の石なんですかね。早速前の人見失った。あ、ちゃんと起点まで行ってるんだ。折りたたみメット買ったけど重いし、そんなに小さくならない。折りたたみメットカスクってやつなのかな。いや、よく知らないですけどね。これ星とか花とか葉っぱとか、あとあれはなんだ、あれはなんだろう、右から2番目の、ん、最近、いや、これどんぐらい前でしたっけ。まあ私が10年前に来た時はもうこの状態でした。もう自転車道になった後でした。止まるところが、一般道と交差するとこ多いって話ですよね。
前土浦のあたり走った時は、あ、棒読みの声が若干変わった。中央分隊の延長失敗詐欺。わあ、わあ。トムと接続。詐欺来た。トムと私もあつは接続切れた。ロボさん、相変わらずロボさんの放送は人気だな。人気だな。なんか盛り上がりすぎてるところあるんですよね。終わった終わった。さて、すいません、お待たせしました。今何分ロスしたんだろう。ちょっと今後のために10時、あ、本当は10時だ、すいません、9時じゃないですね。1時間勘違いしてた。よし、1分半ってとこですかね、復帰までかかった時間。よし、今度からアナウンスにその1分半を使おう。問題ないかな。よし、今日、今割と早めに復活できたかな。そう、ここからです。ここがスタート地点。ワンワンなんとか。駅跡。どの部分が？ああ、あの辺りがホーム跡ってことですかね。ああ。いいです、この辺り。この辺り。でここはリンリンロードの終点なのか起点なのか、まあ、どっちでもいいんですけど何もないですね。驚くほどに。これ途中の方が盛り上がってるような。途中の道の方が盛り上がってる気がする。驚くほど何もないな。ただの広場になってますね、駅前の。こっから真壁通って、で筑波山ぐるっと回り込む。基本そうですね。前来た時はなんか遺跡が真ん中にあって、それを避けた道になってたな。最近整備が、途中寄るところはなんか馬がいる。馬がいて、あれ雨引き観音の雨引き観音かな。明日雨なので多分走らないと思います。確かあれ結構登るとこなんですよ。あのサイクリングレポートは昨日検索したら激坂って書いてありましたよ。雨引き、雨引き、雨引き。牛久大仏は、それはだいぶ千葉県の南の方じゃないんだっけ。牛久は自転車道の道のあたり。この牛久は土浦の北ですよ。あ、そうでしたっけ、はい、茨城県であることは間違いない。私は千葉県だと思ってた。牛久って牛久あれでしょ、あの上総牛久とかの、牛久ですよ。あっちの牛久の方だと思ってた。いや、 あそこ行った時も、ここに大仏があるって勘違いしてましたよね。牛久大仏忘れてる忘れてる。牛久大仏はその千葉の、上総牛久のとこだと思い込んで、前コメントで訂正されてたということを忘れている。覚えてない。メット二郎ですね、はい、二郎。あとは、あ、そうそう、 Z さんの声ですかな。今のん、あ、ホイールは直ってないらしいです。まだ何も連絡してない。あ、通勤。うわ、どちらかというとあの道行きたいな。ジロリアン、あのあっちの方のあの道の方が割と道的には魅力。なんかバタバタ行きますね。上がいた。大丈夫なの。あ、いやいや、今ホイールは別の使われてるんですよ。ってことはなんか鉄桁ホイールってやつですか。そうです、練習用の。気をつけろ。よし、じゃあ走りますか。よっと。今日もいい配信できそうですね。今日も、あ、今日電波は多分大丈夫じゃないかなと思うんですよね。私に比べれば
細いですけど、私もマウンテンバイクにしては細め。Z さんが、あ、そうそう、ヒッチハイクできなかったら。ん？何 30？ 私はこれ今タイヤがむちゃくちゃ重たいです。ん？1ロードには現在地岩瀬休憩所、終点なんじゃないのか、ただの休憩所扱いか、端っこなのに。そうそう、配線後で。自転車、折りたたみのロードバイク、あのフラットハンドルに変えたやつ自体あるんですけど、もう何年も乗ってないので、まあ実質これだけです。ん？英語600G 何の単位だろう。アジサイ。自転車乗り的には、時期的には嫌いな時期だけど、まあ綺麗ですよね。これ学アジサイっていう種類なのかな。なんか私アジサイの特徴のあるやつって、あの玉アジサイってだっけ、あのつぼみがまん丸のやつしか知らないんですよね。悲しいくらい、なんかの歌詞か。ほい。わら、カタツムリがセット。あ、カタツムリ、そうですね。あれ？これは？おはようございます。カタツムリは今日の日差しだったら縮んじゃってもう消えてるんじゃないですかね。高いところに咲くアジサイは炎症が違う。高いところに。ガクアジサイってどういうやつなんだっけな。お、涼しい。走り出すと気持ちいいな。止まってるとちょっと暑いけど。滑らかな。あ、でも途中なんかそうでもないとこもあるらしいです。ガクアジサイは飛び出てます。飛び出る。いい道だ。道は割ともあるんですね。でもこれ本当に車一切来なくて専用なんで走りやすいですね。でぐるーっと回ってしばらくしたらまっすぐなのかな。線香花火。カタツムリは線形。そうですね、カブも緩いし。じゃあ結局結局鳥の音いいね。再生、鳥の鳴き声。なんか牧草の匂いがするな。 Z さん引き離して、もうほらほら、あんな粒みたいに遠くになって。いや嘘。いや、あ、何でもないです。一人でなんか面白いこと言おうとして失敗してただけです。一応足ついたから止まったことになりますよね。路肩走行禁止。路肩どれのこと。あ、なんか赤いパンツを履いて手足が黒いからヤバそうなネズミが。あれはなんとなくヤバいんじゃないかな。体は黒くなきゃいいのかな。え、キジの親子見たことない。ロカタこれのこと。なんでわざわざ。あ、廃車祭り。どれがロカタなんだろうな。これなんですかね、やっぱ。そう、赤いパンツ履いてませんでしたか、あの黒い、あの東京千葉のネズミは。持って帰ろう。持って。あ、車。向こうの方高速ありますね。何道かは全然調べてないけど。津波被害の車か。津波被害の。だったら泥だらけじゃないですかね。何をするのに。学校時代の話かな。そら、ちょっとうるさくなってます。そのネズミを映しと消されるという。ハート足す星イコール3なのか。星って時点でもうそれ5なんだけどな。ってことハートはマイナス2なのか。お、結構難しいなこの辺り。見たことないあの数論体系が。 7×4 イコール9。二進数で8とか3とかないでしょ。雲が、ああ、クレヨンしんちゃん的な。サンタスハチが9、なんだろう。なんでしょうね。3はあれか、あの中学生は3年までだからとか、なんかそういう全然関係ないな。今のサンタスハチイコール9とか難しいことがいっぱい書いてあったんですよ。これは不可解
で、あのグレッグ・イーガンのですねルミナスっていう SF があって、それがあの数論体系がもう一つの別の体系があって、それをなんか正面によってひっくり返していくと世界がなんか別の数論に支配されてとか、なんかそういう、ああダメだ、うまく説明できない。そうだから、それをあれを見て、あそこからなんかこの世界の数論がほころび始めてとか、なんかそういう、まあいいや。そういう SF は面白いな。ああいう SF が大好きですね。続編よりも最初のルミナスが面白かったな。そうそう、私はリンリンロードの北側を走ったことなかったです。筑波山から、南側走ったことあります。レベルが3の辺、8の辺、ここの辺ってことかな。で、少しそれは円周率は 3.141592 まで覚えてる。6桁だけかよ。あ、どんぶり屋さん。今日はですね、筑波山のふもとのカフェみたいなとこに、なんかあの水筒に350円とか売ってるらしいので、多分リンリンロードで検索すると結構上の方にそういう団体のサイトが出てくると思います。うわぁ、やっぱ綺麗だな。てか今日はあの曇りだったらちょっとイマイチかなと思ってたんですけどね、こりゃいいな。で、向こうに見えてるのがあれ、筑波山かな。2つ出っ張りがあるから、あの女体と男体の、おライダー乗りしてる。なんだか駅からずっと閑散としてるね。閑散としてるよ。もうおはようございます。たまにはパーキングで泊まりません。放送で泊まりいかなく、カフェとかおしゃれですね。カフェで円周率人よ人よに人見事です。今3って本当なんですかね。筑波山って七味唐辛子売ってるよな。筑波へ筑波で食べないのね。子供怖いわらわら。ちょいちょい自転車乗りさん来ますね。ちょいちょいいますね。でもスポーツ自転車はいないな今のところ。めっちゃ雲がいい感じじゃないですか。それはそれでいいけど、子供怖いっす。子供側のなんていうんですかね、ライダー乗りというか、なんていうんだっけ、スーパーマン乗り、あの足を後ろに揃えるような、あれ近い乗り方してましたね。結構ラグあるな。お子様が線路だったら、まあ本当にアップダウンないですからね。でも途中何箇所かあるらしい。あの検索したところによると。いいですよね。曲のり。あ、筑波がガマですか。でしたっけ。筑波はリンリンロード、これでいいんだよな。スイッチバックはどうですかね。あんのかな。バロワン、バロローム。あ、そうか、向こうから渡るのか。そうか、あっちの信号で渡るべきだったのかな。この道はなんでこっちまで赤く塗ってあるんですかね。で、信号があるからあっちに渡った方が良さそうなもんなのに。ロケットなんちゃら、まあいいや、の都合により。あ、そうそう、あと私はですね、筑波のあの学園都市というか筑波の中心地実は行ったことないんで、今日は土浦までは行かずに、あの筑波から筑波エクスプレスでしたっけ。整備、いや、いるんじゃないかな。でも距離、自転車乗りとってはトレーニングには短すぎるかもしれないですね。あと今みたいにその車道を横切るとこ多いから。あ、そう、筑波エクスプレスまだ乗ったことないんですよ。筑波エクスプレス高すぎ。高い。じゃあスポーツ自転車乗りだ。思い出した、水平乗りだ。あ、水平乗り。あ、鹿児島のこっちは951951mg、 なんだ。大学内道路って入っていいんですかね。あれ、お腹痛くならない。あ、しまった、足つくの忘れてた。
今日は本当に途中、うん、あ、止まってた。入っていいのか。まあまあそっちに行ってから。うん。あ、地蔵。畑の中にってことか。わあ。動いた。電波ちょっと悪いか。大学行きたいな。おはようございます。そう、筑波あの学園都市行ったことなくて。でも学園都市から秋葉原に直通ってすごいですね。何やったり。私は自転車旅行とかポタリングだけですね。入っても平気。広い。ああ。自動だらけで。ああ、JD か。秋葉系。あの、秋葉原とつくばを結んでますよね、確か。あの、なんとかつくばエクスプレスは。今日は目が離せない。目が、いや、割とイベントは乏しいかなと思ってます。今日平たいし。学割。あと今日はですね、風向きが北とか東とか出てたんで、東から吹かれると微妙ではあるんですけど、まあ北っていう文字列があったから、あの、どっち側に輪行するかなと思って、つくばか岩瀬で、さっき岩瀬まで輪行してきました。東京まで。学食は成協の会員じゃないと学生でも割引ないよ。割引ない。自治体に潜入することにだけ筑波山の右に出るものはいない。あれ、どれが筑波山だっけ。そっちにもなんか鉄塔が立った山があるっていうか、泊まれ多いな。一応足をつかなきゃ建前上。筑波は成協入ってないんだよな。あ、成協入ってない。成協入ってないとお高くなるんですかね。で、今のところ配線跡のあのプラットフォームの跡がまだないな。国立で生協入ってない大学あるのか。大学は。ところで今夜の振り返りは。今夜ちょっとわかんないです。あの、帰りが遅くなるだろうから、多分今日はやらないと思いますけどね。帰りの時間とか全然計画立ててないので。右はシャドウ。おお、右シャドウっぽいですね。止まれよ。そうですね。しかし、かなり多いな、泊まれのところ。自殺多いイメージ。自殺が多い。まあ、この辺り道路が縦横にもともとあるところだから、どうせだと踏切作ってくれりゃいいのに、自転車が来たら遮断機降りるようにして。ああ、ロープウェイか。はい、そうですね。駅舎ですかね。これ、かば山かな。あ、そう、あの、最初の30分で私の環境だとよく、あの、間違えてというか、あの、誤認識で放送終了されてしまいます、ツールの方が。え、神社。え、神社って、ああ、あれか。ですね。一応寄ってみますかね。今日はいくらでも時間があるはずだし。フラグが。向こうの方のなんか山腹にちらっと。御朱印集めてないな。あの、昔からある山本で行こうっていうサイトがあって、そこにレポートが載ってるの見ました。海外ホイール、いや、まだ私の方が小さいな。ラチェットンはまだまだ、あ、もう全然小さい。まだですね。私の方はこれからだんだん育っていく、これからの成長株なんで。ロボさんの背中の電話の音です。え、音ってしなくなってるですかね。いや、私のこれ明らかにでかくなってます、買った時より。最初、おー、ラチェットもしないなと思ってたら、普通以上にし始めたんで。ん、何を残す。あ、対向車ですね。サイト名、山本で行こう。山本は多分アルファベットだと思う。 YAMAHON
昔からその安い折りたたみ車を改造するっていうところからスタートした人なのかな。あ、ちゃんと案内があるな。で、あの結構有名サイトだと思いますけど、自転車的にはちょっと、あ、それはあるかも。フルクラム、フィルム、なんて読むんですかね、これ。雨引き。あ、そっち。あ、本当だ。この前に、この向こうの方に曲がり角ないな。看板直前というか角そのものに立ってんだな。油断した。カンパ。カンパグノーロですね。カンパグノーロ。オイル、そういえばしばらく、あ、雨引き、ありがとうございます。さっき見えてたのはどこだ？意図的ではないね。海外のホイールはでかい。すごいね。山本で行こうってところ。山本で行こう。結構大きなていうか量が多いサイトですよね。同行者はどなたですか？同行者は Z さんです。ちょくちょく一緒に走ってます。あれか。レポート見て満足してしまった。しまった。早いな。シリーズでは初めてだよな。大学訪問？アメリカ観音。あ、枯れないようにその雨乞いする的な意味なのかな。筑波山はどうだったかな。前不動峠に登ってで、スカイライン沿いに風返し峠だっけまで行って、でロープウェイのとこまで降りてロープウェイ乗ってまた引き返して風返し峠から真壁の方に降りたことがある。昔、10年前。う。あ、もうヤフー地図ない。まあでもこれでわかるか。ロゴ線のホームペでおすすめリンク貼ってほしいですわ。おすすめリンク、ああ、サイト管理リンクめんどくさくて途中でやめちゃったんですよね。あ、後ろそうです。あの減速とか止まれですね。青いです、青いです。ドリフトコボコある。ん、ドリフ数字、今何か聞き間違えた。今雨引き観音っていうところに登ろうとしてます。母いますから、これから結構標高差あるんじゃなかったっけ。200メートルぐらい。青光り、1万キロか。私は1万キロはだいぶ。電車ですかね。天気よろしいです。上りです。あは、いや、だって、私あの3年前にこういう自転車放送を始めたんですけど、一番最初の放送が峠上りで、やっぱりそういうやつでしたよ。1万ですね。自転車説明、あれ自転車説明残してなかったっけ。ページはあるんですけどね、トップページのリンクをメニューを整理しました。自転車機材もまああんまりあの古いやつなんで参考にならないか ないかなと思うんですけどね。そう、下り峠の時、もう細かい地図なくなったね。細かい地図、あ、やるかな。ホームページは私は前からやってました。放送、私はもともとホームページの自転車旅行レポートを書いていて、この放送っていうのはそれの続きです。あ、止まったか。あ、まあ GoPro は大丈夫なはず。アドミジマス、電波こっちは来ないみたいですね。薄いっぽい。あ、それか、 FMLE が止まってるだけかも。ちょっと見てみます。レポートサボってますよ。あ、見えてる。じゃあ、はあ、まあ止まってるのかと思った。止まってないよ、大丈夫。あ、上りの時は日陰になってほしいな。映像来てます。大丈夫ですね。どれだ、道は。ですね。
30分延長しました。あの絵だったら自転車なくても飛んで移動できるんじゃないかな。レポートやってない。だいたい一人旅かな。お、徒歩の方は直進が、あ、これか。これがなんかあのヤマホンで行こうっていうあのサイトでひどい目にあったって書いてある道なんだな。これなんかあの階段入るらしいです。階段だかなんだか砂利道かな。伊勢さん独身かどうかはあの確認してないし、独身、いや独身とことのことです。確かめて、いや私荷物あるからきついな。まあ普通にシャドウで行きますか。ひどい目に遭う。いやひどい目に、他人事だと思いやがって。アノニマス、あ、ていうかアノニマスは本当に有名になってるな。昔からある言葉なのに。そんなにアノニマスって言いたいか。匿名って意味じゃでしかないんだ、それは。あ、熊だ。クニマス。あ、七七さん、そんな感じですね。確かにアノニマス。アノニマスはあれ、FTP でしか、で私は最初知ったんですけど、FTP でダウンロードとかアクセスするときに、ゲストアカウントとして使ったアノニマスから入りました。何か訳あり。そうそう、この間茅野高原の山荘でオタク君と言われながらいろいろいじられた時なんですけど、こんないい男は結婚してないなんてと言われましたよ。言われましたよ。誰も聞いてないか。ネイチャー秘密。500円ぐらいかもしれない。ワイルド、ワイルドだろうの元ネタも見たことないんですよね。自慢。まだ。社交辞令。よいしょ、だから。アノニマスハーバー。聞いてないですね。そう、オタクなの。いい男ですよね。いい男。そうか、いい男って言うとネット的にはアホっていうことになるな。ワイルドだろうってテンション低すぎるよ。あ、テンション低いってのは言い方がってことだな。ワイルドだろうとか言わなきゃいけないんですかね。うまく制御できない。同性に嫌だな。その趣味はないんで、ね。だから Z さんはシュペルランドヌルだって言ってるのに。いいことかな。結婚しないということはこの流れ言われるよ。今度こそ止まったか。若い子の顔を見てるとテンション上がり下がりが激しい。上がり下がりが。あ、そこだぜってつくんだっけ。あれ違う。あれワイルドと、あれワイルドだぜじゃないよな。急に車増えましたね。オッドマン仮説だ、オッドマン仮説。アンドロメダ病原体。吸引吸愛。そう、運動普段はしてないですね。ロボさんのような方が結婚しないなんて、日本は。日本が、日本沈没。あと、日本以外全部沈没ってのがあったな。シュペルランドヌルは路地だけじゃなくて、全部走らないと大火薬。ワイルドだろう。全部、200、
200、300、400、600ってことかな。Z さんが見えなくなった。おわたはパターンとしてもともと棒読みちゃんの設定ファイルに含まれているので、まだつくばさんじゃないです。立ちこぎ、どうだろう。いやー、人生楽しく、珍しくない。SR ですよね。見えた見えた見えた、捉えた、捉えてないか。そう、坂道は友達。勾配今日荷物は5、6キロぐらいかな、もっとあるかな。だろう、あ、そっか、なんたらかんたらだぜ、ワイルドだろうなのか。鹿、ここいるかな。あ、トンボがいるから仕方がない、止まろう。トンボ、よいしょ。あれあれ、よいしょ。うわ、トンボいっぱいいる。見えますか、トンボ。そう、息が切れたのではなく、女性が濡れると言われて、ひょうきん族の最後の神様が出てきた。お茶、なんだ今の声、結構聞こえますよね、周りの音。今なんかにゃおーにゃおーって言ってませんでしたか。猫にしちゃでかすぎる声で、聞こえた人いるかな。なんかね、猫っぽいけど猫にしちゃ体が大きすぎるような声してた。ふう、フロントバックは後輪が滑るんですよね、上りきついと。砂利道とかで。え、尻尾？そしてなんだ？車、いや、そんなでもないですよ。十分避けていただいておりますが。救出、あ、そうです、そうです。ラグすごいな。今ごくよく5球5球だ。さあ、何でしょうかね、今の声。いや、水筒閉めるとキュッキュッて感じなんですけど。そう、訓練されたリスナーばかりになると良くないですね。まだこれから、まだ自転車旅行の楽しさを知らない人に来ていただかないと。やっぱ登るな。少し茂みからその鳥の真似をしながら、Z さん登場。Z さんが。生物に襲撃されています。あとどんぐらいあるんだこれ。もう少しか。私だけ、ああ、映像が行ってないっぽいですね。今トムと状態、ただいま、トムとビートたけしがヤブから出てくる。
じゃないの。いわゆる囲い放送と言われているものです。囲い、そう、信者とか囲いっていうのはどちらかというと支持層に近いと思うんですけどね。そればかりになると困る。Z さんはきっとカメラを構えている。猿、ここは猿いるんだっけ、聞いたことないな。動いたら Z さんに追いついてるよ。よいしょ。イフリンと違ってこっちは乗ったまま止まれない。おお、なかなか紫陽花の色が、よいしょ、綺麗。よいしょ。パスタ分はもう消費したかな。おお、構えてる構えてる。おお、どのぐらい映るかなこれ。おお、綺麗。ちょっと止まってるか。あっちー、お疲れ様です。なんかドラッグ、いや、あの単に息を整えてました。圧倒的。内側だったしね、内回りだったから。あ、 FML 止まってる。ってことはこれはプライマリーサーバーエラー状態か。ああ、また今日も通常配信か。よいしょ。よいしょ。あちちちちち。あち。これでどうでしょう。プライマリサーバーエラー。プライマリー。サーバーエラー。よいしょ。というわけで今日もまた通常配信に戻りました。いつも通りだ。あ、ちょちょ、電波悪くなって一旦切れた時に起きやすいのかな。観光地ですね。かなり車がたくさん来てたからだろうと思ったけど、そんな人気あるとこなのか。雨引き観音ですよね。雨引き、すいません、ちょっとあの動きと画質が悪くなりましたけど、私の放送でよくあることなんでご勘弁を。なかなか復帰できないんですよ。本気で、あの想像できないのでどうしたらいいのやら。ツール別のにしてみるというのも、あるいはあのバージョンアップしてみるというのもあるかな。あっつー、あのアンケートも、アンケートを使うと暴走するようになりましたからね。ハドノさんまだ見えない。ハドノさん未だ見えず。延長、あ、そっちは大丈夫です。ありがとうございます。ここから先の高画質はもう GoPro で。GoPro。今の人はこれを見てたんですね。これ、わかりますか？プログラマーが。おお。いや、見てたのはこれです。この景色。これ何なのか。これアジサイとモミジですね。モミジの新緑。よいしょ。あ、そうそう、長い英単語は英語っていうように発音するようにしてます。あ、そうか、この画質だと良さが、この良さが分かんないか。皆さんにはこの良さが分かんないだろうな。各キャリアよ、ロゴするように電波を確保してくれ。
よっと。とりあえず自転車どっか止めて観光するか。やりましょう。あ。お。おお。本気取り。そしてな、結構暑いんですけどね。名寄。あの辺り思いっきり内陸ですからね。ほらね。映像的にはすいません、だいぶ汚くなりましたが。甲冑。あ、でも防弾ジャケットっていうか、怪我防止のためのなんかそういうのあるんですかね。チェーンメール的なやつ。チェーンメール、メールじゃなくてメール。あれ？しかもメールどっちだっけ？鎧といえばグレイドラゴンスケールメールですね。やっぱりタイム砲防御が完璧だから、グレイドラゴンスケールメール。なんだこれ。いい、まあ、あ、プロテクター、あの外に、あ、そう、鎖片びらですね、チェーンメール。写真、そうですね。しかし今日明暗差が激しいからデジカメはいまいち。きつい。あ、背骨守るような。山火ってどうだろう。うん、木刀っすか。クソですね。いやいや、クソとか言うな。クソとか言うな。ニコ生ディスることになる。ん、チェーンメールが。携帯でクジャクが話し合いされてる。クジャクが、触られまくってるのかな。どこまでこれは、さっきの門から歩いて入るのが正式なんですかね。あ、撮ってます撮ってます。言われるまでもない。トライデカ、そうですね。鎖片びらは打撃ではなく斬撃の防御用だから。斬撃。ああ、要はあれ、刃を通さないということですからね、刃を。じゃあボタファイ持ってヘルメットしたまま中に入るか。モンスターあれですね、あの星が渡月鉄球を振りますやつですよね、モーニングスターは。カッコつけた名前にしやがって。尖った、あれそうなんですか。尖った、アンドロイド、そうですね。無理、取り外し無理。よいしょ、オッケー。すりおろされる、そうかも。映像見えますかね、今の。グローブで隠した。何してる。グローブで完璧、完全ステルス。メイス。これ買えるかな。いや、買えるじゃないのか、別に。コシヒカリが取れる。生主ちゃんのことか、今の。ろくでもないコメントだな。二人分まとめてディスってるのか、それは。どこ行くの、あの天引き観音。ゲスメ、ゲスメ。ひどいコメントだな。そうそう、ひどいコメントは後でコメントを抽出して、それを全部リストアップして。いや、ろくでもないやつ、昔に比べたらそうでもない気がしますよ。もっとひどい時期あったと思う。ていうか、大体あのリスナー層で、あの何度も見に来てくれる、いわゆる常連さんたちが増えてくると安定してきますよね。ホームページか、Excel で。いや、Excel じゃなくてデータベースの中に入ってるんですよ。で、最近あの、ていうかちょっと待った、ちょっと読み上げ、周り聞こえすぎ、人混みに入れん、これじゃ。ちょっとボリューム下げますね。このコメント含めて反映
配給的に、いや本当に全部残してますよ、すべて。アクセスか、あれはデータベース。読み上げ聞こえすぎ、わらわら。聞こえすぎ、聞こえすぎ。Excel じゃなくてオープンオフィスの軽くで。オープンオフィス軽く、それでもいいですね。これカメラ上向きすぎてないかな。大丈夫か。問題ないかな。スピーカー放送きついですね。ある程度聞こえた方が抑止力にもなるんだけどな。その、うん。え？ん？本当ですかこれ。あ、そうそう、あのコメントで聞きましたよ、クジャク。境内にはクジャクが放し飼いにされておりますので、愛犬をお連れの方は引き綱を離さないようにお願いいたします。どうですかね、これまでに何羽か食われてるんですかね。で、クジャクってあの実はかなり繁殖力強くて、あの石垣島というか八重山諸島の黒島ってとこで、だいぶあの小さい島なんで、生態系を席巻してるらしいです。前黒島ってとこ行ったら牛とクジャクしかいなかった。クジャクって飛ばないんですか？いや、ちょっと飛ぶらしいですけどね。あの前見た時はなんか小屋の上にいましたよ。昨日ですよね。やつら実は繁殖力強くて。ニワトリ的な飛び方をする。あ、多分。私の工芸品。漬物とか売ってる。へえ。クジャクが、そうですそうです、どこにいるんだろうクジャク。その、あ、袋分かりましたかね。映像そこ来てるか。てか今日トンボ多いな。あの羽の端っこに黒いワンポイントのあるやつ結構、うん、置いてきました。メス綺麗じゃない。メスどんな模様してたっけな。ラクドスクシ、なんだそりゃ。お、ちゃんと入るときに清めるんですね。どっちが先だったっけ。先とかあるんですよね。左右どっちかあるんですよ。なんだっけ、左右の違いはなんだっけ。なんだろう、左先だ。よしよし。今 Z さんはこうした後でこうしてましたね。あとこの中に金入れるのどうなんだろうな。洗う的な。あ、こっちですか。自分が持ったのを、あ、秘策を洗うって意味だったんだ。知らなかった。持ち手も清めるのは正しい、さすが。理屈は通って。なるほど、知らなかった。たまにかけます。はい、でデニアライ弁天、あのもう100回は言ったネタだけど、マネーロンダリング弁天。ひしゃくの絵のことは多分聞いたことあるんだろうけど、全然覚えてなかったな。ん、リスペクトがあれば。結構まだ登るんだ。大好き。そう、金をロンダリング。ロンダリングはランドリーイングですよね。嬉しい。割とそうしたい困るかな。ここのコンクリは、あのコンクリ石段は SPD グスのクリートに優しい、ガリガリ言わない。こういうところはよくあのすごい音がするんですけどね。はい、豆が鳴ってる。はい、でクジャクはどこだ。おーなー、こんなとこあるのか。そしても本当になんか集中的な局所的な観光地ですね。あ、カリントマンジュ売ってるんだここにも。買い食いも対岸にしとかないとな。あ、天引観音の開運祥福花みくじ。恋みくじはないな、残念ながら。あ、残念。このトイレで手を洗って、ここのトイレでドアラ。お、Z さんがなんかお参りに行った。あ、Z さんが今投げ銭した。投げ銭。
投げ銭してましたよ。投げ銭システムですね。投げ銭、入場料、入場料、まあ旅の安全だけど。あ、旅の安全、そうですね。これって1円とかじゃダメなのかな。でもまあいいや、私はあの神頼みはしないので、仏頼みも。サッカーと、よく見たらあの網があそこにあるんですね。あの中にあのお金が飛び込まないように、アンチマネーネットがあるんですね。 AMN が。今かぶってるヘルメットにはアンチインセクトネットっていう AI ネットっていうのがついてます。クジャクの久しぶりか、いやクジャク別に支援しなくても大丈夫だと思う、十分。あ、MS 水、MS 水、あ、本当だ、MS 水仕込みだ。こないだ見たよ、MS 水っていうか、どこでもあるんだろうけど、こないだ長野で見てきたよ、MS 水飲んできた。くしゃくに五円玉。お、こんなんできますよね。メイクウーマン。お、まるで取ってくれと言わんばかりだ。取ってやろう。取ってやるからちょっとじっとしてろ、じっとしてろ。よし。お、もうちょっと開いてくれないかな。あ。弱ってますね、でもこいつは。うん、GoPro では撮れたかな。ちょっとウェブカメラとはまた位置が違うんで難しいんですよね、近いもの撮影は。おお。ミニモス。ん？生き方、ああ。珍しいですか？よく見ますよ。何点だっけこれ。割とよくいるんじゃないかな。縦張るいではないかな。いや縦派だよな、この止まり方は。どうだっけ、自信ない。竜の頭、さっきどっかで見たな、竜の頭。 あれか、ちょっとなんか日光とか、あと少し沖縄な感じもするな。あれなんだこれ、なんかカメラのレンズに汚れがついてるのかな。ゆらくなんか、よいしょ。眠り猫、凍傷痕なんですかね、このタイプは。汗やつるように、うっかり眠りなしようもんなら頭が超でいっぱいに。おお、かっこいいですねこれ。わかりますか、この煙に、あの木陰というか、あの木の枝の間を通ってきた日光が筋で見える。さて、もういいかな。あ、木漏れ日、なぜ木漏れ日って文字列が出てこない。木漏れ日ぐらい家さていいのに。やっぱ画質厳しいですね。どっかで5分と100円を費やして別枠にしようかな。あ、ちょうど今タイミングいいですね。次枠取ろうかな、ここで FMLE 復活のためだけに100円を使って。一応今日のこの配信自体のスタートはあのシルバーチケット使わせてもらってるんですけど、100円で復活させるか FMLE を。長野の神社はあれどれだっけ、神社って。でも、いいですかね、早くで。まあじゃあもう少しだったらいっぺん FMLE 復活を試してみますか、このままいけるかどうか。いや100円ぐらいだったら十分な代償だと思うんですけどね。代償というか、あ、諏訪大社にはいてないんですよ。メダカがいる、こんなとこに。何食ってんだこいつら、見えますかね、見えないか。メダカ、メダカ、あれ消えた。あ、メダカだ、メダカ。結構いっぱいいますね、こんなとこで。メダカ、メダカ。クジャク、あ、そうだ、クジャク。
クジャクどうした、クジャク。何を、あ、ですね、最高画質にした通常配信の方が、でもどうだろう。だって FMLE は 645×480 でやるだけの CPU パワーがないんですよ、この PC には。前確かやって全くダメだったんで。クジャクどうしたんですかね。定休日か。お、あ、景色見えるとこあるんだ、これ。筑波さん、うん、登るかな。電波、いらっしゃいませ。クジャクいないな。枯れました。お、びっくりした。カモネーサ違うの、お父さんは魚ネーサだ。寝てる寝てる。クジャクじゃないが、こいつな、なんて言った今。なんか、ヘマちゃんとか言ったの今。なんかチャモチャーとかなんかそういう感じのこと言いましたよ、奥のやつが。生きてますよ。してうとうとしてる、うとうと。あの、くちばしの上にコブがあるタイプのやつですね。こういう、そう、チャモチャ、また言った。なんで眠りながら泣いてんだ、こいつ。聞こえましたか今の鳴き声。なんかちゃもちゃな感じでしたよね。寝てますね。声が。喉あたり。喉は。あ、クマちゃんにも聞こえるな。よいしょ。また。これちょっと違いますかね。いやいや。あ、いました？あ、本当だ。何カッポしてんですか？なんか、ね、追っかけてたらずっと山の上登ってっちゃって。え、でもあんまりいないですね。そこら中いるんじゃなくて。1匹しか見ないです。1匹しか。あ、で、ちょっと。白い、白い。目が黒い。寝てる。真っ白ですね。あれは大きさから言ってガチョウの方かな？はい、これコケガチョウじゃない、ん、何チョウ、ガチョウじゃない、違う、あ、これもガチョウですかね。確かアヒルとガチョウはサイズが全然違って、ガチョウの方がでかくて、アヒルがカモで、ガチョウがなんだっけ、あ、全然違う、種類が違うらしいんですよ、かなり。こいつガチョウの方ですかね。うん、え、そんな高くない、フォアグラネギ泣いてる泣いてる、可愛い鳴き声だなあれ。子供が真似してる。で、こんな景色あるとは。いいですね、ここ。これもあれかな、結構観光の、観光資源？ガチョン。アンチフォアグラ。ですよね、私。いや、フォアグラの文字列の説明見ただけで、ちょっとフォアグラってどうかと思うんですよ。あんな残酷なものあるかな。あ、北京ダック。あれ、北京ダックも太らすんでしたっけ。苦しめ続けて最終的に殺すんですよね。あれ、食わされてる方は絶対美味しいとかそういう話ないですよね。おお。あと、あれ、本当に埋めてしまうんですかね。生態後から。死に放水嫌だなぁ。北京ダックは皮食うやつですよね。おお、どうだろう、ちょっと画質上げますか、ここのとこだけ。虐待に、ああ、そしたら美味しいもののためにそこまでしなきゃいけないかなとは思うので。どうかな、
小学生見るかな、どうだろう。ちょっとこれはデジカメの画質も上げて。じゃあどのぐらい見えてますかね。動きがめちゃくちゃ悪くなりますけどね、こっちは。おお、すぐ下があのさっき横通ってきたというか自転車が置いてあるあたりの駐車場ですかね。いや、あれ手前の駐車場か。で、多分あの左手に見えてるのが筑波山だと思う。療養ロリです。自分でロリとか言うな、いいですね。あ、だいたい今この辺りだと日が当たってるの半分以下ぐらいかな。美しい、こういう田んぼが広がってるのもいいですよね。山の景色もいいけど、真西方向ぐらい、かな。あ、今 GPS 置きっぱなしで、あ、コンパス、あ、それでこっちが真西。真西か、あれ真西ってことは真西向いてるってことはこう来てこう、あれ真西だったら筑波山見えないんでは。今ここは真壁まで来たんだっけな、どうだっけな。中野、今筑波山と蒲山が南方向じゃないですかね。南、あ、じゃあ、あっちが西か。あ、そっち側が、斜めあたりが。じゃあちょっと画質戻しますね。あ、そうだ、今止まってるから FMLE 試してみるか。じゃあ FMLE 吹きできるかテストし、茨城、え、どうだっけ、茨城のエリアはどこからどこまでかいまいち分かってない。じゃあちょいお待ちを。そう、パシアのガンちゃんか。317で、よし合ってる。ダメだな。ダメですね。ダメだ。ハングラ、あ、カバイマンのハングライダー場前行きましたよ。あ、もちろん飛んでないけど。飛ぶか、高所恐怖症なのに。もうやっと、まあこれで。あ、すいません、今画質落としてなんとか動きを確保してるぐらいの状態ですね。お、法事かなんかやってるのかな、これは。黒い服、黒服の人たちが、え、いっぱいですね。すごい立派ですね。中白金ですね。白？白金じゃないですか。で、白金っていうのは白金、白い木？違うかな、というのは色味的にそうかな。それは高級建材なんですか。つながりました。ダメですね、 FMLE は。里山と何が白金乗る。遭遇は禁止。そうか、でもあれか、クジラはクジラ食ってもいいじゃないかって日本人が言ってるのに対して、あ、さっきの奴らが起きてきた。あの、ちゃもちーって鳴いてた奴ら。あ、そうか、餌もらってるからか。寝てる場合じゃないってやつですね。後ろ姿かわいいな。生レバー、いや、私もともとレバー系はあんまり、今触ろうとするとケイって言いましたね。
あの2本ピッと出てる羽根なんだろう。尻可愛いですね。あれトウモロコシか。ですね。でもなんかコーンみたいな感じに、あコーンじゃない。いいですね。あと足意外と太い。あ本当だ、魚餌っぽい。よかないですね。レバ刺し、バ刺し、バ刺しはこの間飽きるほど食ってきたわ。お、今同時に頭上げましたね。あの模様かわいいな、頭の後ろの首のところの。いや、Z さん今、これ一瓶全部なのか。あ、容器は戻してください。あ、結構ミックスですよ、ミックス。トウモロコシやらの木の実やらいろいろ入ってる。肩が痛くなるほど、いや本当に。これ餌100円ってこれ一瓶なのかな、それともいいだけ出した後にまた戻しておくのかな。さっきのお魚の餌。え？いやでもあれ鳥の絵が書いてありますけど、同じやつなのか。魚と鳥大体同じような感じ。あ、右に、そうそう、 Z さんもさっきクジャク見かけて追っていったらどんどん上に上がっていったって。馬刺し、おお、一瓶多すぎますよね。青い、あ、青いです、青いです、青いです。ともん、何の音、なんか始まった。ああ、本当の観光。半分ぐらい。あ、そう。おや。そして。こいつらですね、あの毛爪持ってるから実は割と凶暴なやつ、本当に怖い。ドンドンドン。これなんて種類ですかね。可愛いけど、あの毛爪は本当に怖いんですよ。いいですね。うん。ケイ。まるまる、どうだろう、あれ刑務したら無重とか言っちゃダメか。まあだいぶいろいろ食わされてそうですからね。すごいな。これ何ですかね。これは何をやってるとこなんだろう。ちょっとすいません、コメント聞こえなくなってきました。法事みたいなもんなんですかね。あ、なんかその昭和してる声も聞こえるな。昭和って何だろう、唱えてるのか。お経ごまだき、なんかそういうあれですかね、行事というか。この感じで上げましょうか。まあ呼び出すものが違うだけ。いや呼び出してないか。これは初めて見たの。なんだろう。ほうですか。ここは雨引き観音。あーガチガチ。筆洗え、筆はちゃんと洗え。もうこれ書けないでしょ、もうガチガチ。祈願、あこれに書くやつなのか。祈願札300円、この板が300円とかいう言い方しちゃいかんけど、ついなんか、いやそうと、これは木の値段じゃなくて、その叶える値段ですよね。ここまで祈祷してもらう。ああ、たった300円であらゆることが実現される。どっちだ。逆嘘8を
筆ギア私の場合はある意味達筆かな、悪い意味で。ん？何が？みくじ、あの花みくじしかなくて、あの ネタになる恋愛みくじがないんですよね、残念ながら。画質、いやそうでもないんですけど、うん、クジャクどの辺にいました？あのここにいて、ええ、で追いかけてったらずっと今多分山の上に。ああ、じゃあ上の方に行かないといないんですね。ちょっと見てみますか。なんかクジャク見ないと元が取れ、元は別に元取るとかじゃないけど。どうだろうな、なんか人間が歩くところをちょっと逸れていっちゃったから。ああ、じゃあ山の中に本当に入っちゃったかもしれないですね。あの今人が降りてきた。そこの仏の山展望台。そこまで行ってないかな。よく見たらこの建物すごいな。あの中心部が四角じゃなくてまるで、なんて言うんだろうな、あの欄干があるところも丸い。ちょっとなんかスカイツリーは言い過ぎか。円形かっこいいなあれ。どうでしょう、ね、ええ、はがきの旅の時はこんなんでしたよね。あ、そうでしたっけ。霊山寺、あれ四国のやつですか。はい、霊山寺はがきの旅で、ここ、こういう感じがありました。あ、そうなんでしたっけ。あの2人が、2人がちょっとあの少し上に登ってクジャクいなかったらそれで諦めております。スカツリー、霊山寺一番最初だったかな。あ、ですか。あの絵はがきの旅で四国が最初に出たところですよね。あ、これもちょっとかっこいい。なんかここ、この円盤型というか円形のモチーフがありますね、あちこち。で今コケコって言ったのドイツだ。あ、お知らせ。あ、クジャク、ね、クジャク関係のお知らせじゃないんだ、これ。土星人、あっちにまたニワトリいた。じゃあちょっとクジャクを求めて。おお、うん、そう。目の前で鳴いてましたね。しょ、三段飛ばし、三段飛ばし。よいしょ。うん。ニワトリとかあとカモとか、おお、かっこいい。あ、ちょっとこの寺越しの景色って尾道の絵で見たことある。建物とかも景色も違うけど。お寺越しの円形っていうのは発情。どこだ、クジャクいませんね。漆喰、あーですかね、あれ、あれなんて言うんだろうな、あの屋根との境目がえらい綺麗ですね。うん、中国、国の中国なのか中国地方なのか。お、クジャクに発情されて困ってる飼育員男性いるね。クジャクの家でおびき寄せるって火の鳥でやってたよ。妙に顔出しがはっきりしてますね、このお地蔵さん。あとすごく子供の顔してる。いやいや怖い。顔がでかい。わら、なんかこの宇宙人みたいなのは顔がリアル。わら、顔がはっきりしてますね。しかも全部これ一緒の。あ、いた。水子、あ、その可能性もあるかな。多分回り込んだらそこ行けんの。あ、本当だ、いた。ピーコック、ピーコック。ちょっとまず写真で押さえて。ピーコックの首だけ見えてる、あそこ。なんか、なんかを狙ってるな。あ、すいません。お、なにこれ。ちょっと怖いな。この右側の方がこの毛がだいぶやられちゃってんのか、目が飛び出して見えますね。怖え。誰か屋根の下に入れてやれよ。
あ、そうそう、生えすぎたんだって感じですね、今の。目の周りが、あの毛がボロボロになった分、あの目が飛び出して見えるんですね、逆に。もうなんかそんな感じでしたね。お、よいしょ。ピーコック、ピーコック。毛が。この鉛筆だっけ？いろんなものが映ってはならないものまで。あ、いた。うわ、こいつはなんか逃げるの遅そうですね、見た目は。しかし綺麗な色してるな。なんかカメラに向かって興味示してますよ。うわ、綺麗。こんな色必要ないだろう。あの青ちょっとおかしいだろう。あと尻尾がなんか、こんだけの長さの尻尾をよく浮かしてられるな。オスですね。パサワレ営業の時じゃなくてやらないんですよ、今オフなんで。わっさわっさ動くな。フライ幕、幕フライ。エヌシがなんかでもそういう伝説ができそうな感じの色してますよね。火の鳥でしょ。あの血の目がってやつですね。てか火の鳥はあれ、私手塚治虫しか知らないんですけど、元ネタはあるんですかね。はフェニックス信仰とかなんですよ。なるほど。てかあの頭の飾りまで不自然すぎ。なんで頭の上にあの線が出っ張った上にさらに丸がついてる。フェニックスですかね。しかもあの下のオレンジ色の飾り羽もちょっと綺麗すぎる。うお、なんかわさわさした時のブレた写真が撮れた。不自然だな、あの尻尾。本当に尻尾っていうか、うん、オレンジ色のパーツもあって綺麗ですね。近くに、まあでもクジャクは本当いるとこいっぱいいますけどね。メスはでも確かに覚えてないな、どんな感じだったか。そう、宇宙人っぽいです。インク？ネオンテトラってのは魚ですよね。そう、あの辺りもなんかそこまでの色が必要あるのかっていう色してますよね。この辺りは Z さんの写真もらって、あのスライドショーの時に使おう。言われないんですよね。ん？言われない？言われないんですよね、これ。あのズームがないから。あ、ズームがない？固定焦点なんですか？あ、焦点じゃないなっていうの。のレンズつけちゃってるんで。なるほど。ロボさんの方がいい。でも私これさすがにこの暗さだと。1羽、いや、いっぱいいると思いますよ。あ、まあでも一応分かるように撮れてるな。あ、たま。多分クジャクはあの触られ体性が強いんでしょうね。あの多分ストレスに強いか、そんなにストレス感じないタイプの生き物なのか。あ、曲がれなさそうな。そう、あれですね、あのリムジンな感じですね。カーブでぶつける感じ。よく見たら端っこの方結構抜けてますね。それにしても本当に不自然な生き物。あ、人間がどうこうしたわけじゃないですよね、品種改良とか。鳥の世界はオスが綺麗だよね。オスがですね、あの目立つようになってますね。羽を広げるファンサービス無駄ですかね。羽を広がる。最後にちょっとファンサービスお願いします。お願いしますとか言って開いたら奇跡だと思ったんですけど。そりゃないな、いくらなんでも。お願いします。わらわら、あれは求愛行動だね。じゃないんですかね。メスに向かって、そのメスに向かって面積広げてみせるんで。クジャクのメスっぽい感じに演出すれば。1000円分？ウェブマネーで。求愛行動ですよね、明らかにメスに向かって。うん、ダメだから。ああ、立ち上がれば。そうですね、自分がなんかクジャクに対してどうだと見せてやれば確かに。栄養時間外、何かあの板的なものをいっぱい持ってきて背中で広げてみせる。それかあの
5人ぐらいで千手観音みたいにして。あ、止まった事務所。お、またこの自動さん、みんな同じすぎて怖いよな。股間か。よいしょ。あ、そうか、でも傘か、傘いいかもしれないな。疑似話しがい、あ、そういうのもあるんですかね、大島。私はあそこで前キョン見たな。キョン、あのキョンで画像で検索するとアニメキャラしか出てこないけど、一応動物も出てくるか。ん、一体。おお、あ、さっきのやつかな、あれ。あ、違うやつ。あ、まだいるいるいる。あ、そこに。あ、それがさっきのやつかな。あ、え、違います？ちょっと細くないですか？かな？かな？八丈島の、そう、八丈島の伊豆島にもいるんですけどね。消えたのは何だ？おお、機敏だな、結構。あ、メスがいる、メスが。そう、なんか小さい鹿みたいなやつ。あれ、これメスかな。メスだよな。トンボ狙ってる。メスの写真撮った。あれ、メスにも頭の飾りまであるんですね。体地味だけど、なんかさっきからトンボをじっと見てるな。あれ、あの色。あれ、いや、尻尾ないの。あれ、こいつは若いやつか。地味、わら。あれ、メスじゃね。いや、これ色オスなのに、尻尾の羽が切られてるのかな、これ。クジャクってトンボ食うの？求愛食うか。トンボどうだろう、虫食うんじゃないですか、鳥は。原則的に虫食うもんじゃないのかな。雑食なんじゃない。雑食か。切られてるだと。クジャク、髪切った。小学生、むちゃはいかんぞ。おお、近い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 。若いからまだ生えてないとか。なんか泣いたな。あれかな。あ、そう、桜思い切り追い回してる。これは何だろう。こいつもえらい色してるな。あれ、これクジャクの仲間だけど色は違う。クジャク嫌ってほどいるな。この中のクジャクはまた別の種類みたいですね。こっちは色が、あの派手な色は少ないけど、ポイントがすごい綺麗。こっちの方があれ、うん、顔が七面鳥っぽいけど、種類違うの？オスとかな、クジャクの名前とか種類とか何も書いてないんだな。いや、多分種類違うと思いますよ、これ。いや、オスメス両方入ってるじゃないかな、これ。クジャック、そういえば小学校の時、学校の中庭でクジャク飼われてたな。中庭で結構丈夫なもんなんですね、クジャクは。ですね、さっきから自分でそう説明してるのに、なんで今知ったかのような言い方したんだろう、今。クジャクの何が、鶏とクジャクって交尾するの？あれかな、あのなんとかサイダーみたいな。七面鳥。こいつら七面鳥ですか。顔がですね、顔面が水色を黄色で縁取りしたようなすごい色の顔してますよ。オスは重で、綺麗なオスは重でだよ。その人に本当、あ、クジャクを、あ、思い出した、ゴッドサイダーだ、ゴッドサイダー。あの結構エロい漫画描く人ですよね。なんかやたら裸が出てきた覚えがある。結構ネタ多いな、ここ。そうですね、全部いますね。景色もあるし、クジャクもいるし。おっとっとっと、クジャク追います、子供もいるし。さて、じゃあ地蔵もいるし、地蔵もいる、そうそう、あの
コピペ地蔵がいっぱいいる。レプリカ地蔵が明らかにこれみんな同じ型で作られてるよな。あ、これ別の道で降りられますよね、きっと。公開することになるかもしれないけど。あ、ご飯はカフェで食べたい。カフェで、あの筑波山の、西側の入り口のところあたりにカフェがあるはずなんで。元は取れたかな。多分同じところに戻るんじゃないかなと。ただ GPS が硬くて取れなかったから持ってこなかったのが残念。ちょっと長いしましたね。 GPS これログ取ればよかったな、こんだけ移動するんだったら。うわ、ハト地味地味。私もエロい。まあエロくないことはないですよね、人間として、人として。100円パスタ、どうだろう、あれ持ち込みとかできそうな感じは。ハト地味。鳥が、でも本当鳥の種類多いですね。今のハト含めて、ハト、エレモンナギ、ハト、クジャク、あと七面鳥かクジャクかよくわからないやつ、白いニワトリ、あれレグホンとかああいうのとはまた別なのかな。あとガチョウっぽいやつで、真っ白なガチョウっぽいやつ、あとカルガモもいたよな、7種類かな。眼福、これさっきのルートに戻りましたね、多分。怖え、手相。怖い。やっぱ水子ですか。さっきコメントで水子じゃないかってコメントあったんですけど、本当にそこ、ちょっと違うやつがいる。頭身が高いやつが一体、やつって失礼だな。お地蔵さんが。ん？跡取り、跡取り。やつってそうですね。よいしょ。下り階段苦手だ。あ、すいません、あのバタバタ言ってるのは渡り廊下、誰か歩いてる音か。おっと、なんか今引っかかった。あ、そうだ、 GoPro が充電ちゃんとできてるかどうか、こういうとこで確認しとこう。うわ、こんなとこで昼寝したい。人が通るからできないけど、やりたいですね。よし、大丈夫。いい景色。あ、そう、すごい観光地なんですよ、ここは。予想外に観光地。で、ヘルメットの紐を締め直して。よし。空気、あー、まあ住んではいないかな。景色は結構見えるんですけどね、遠くまでは多分見えないと思う、あまり遠くまでは。弁当いいですね。こんなに結構登りますよ、さっき自転車パートでは。もう筑波山に登る足残ってないかもしれん。ん？何が設定って、なんか画像おかしいとこありますかね。よ、下り階段苦手。あ、映像白っぽいですか。なんだろう、もしかして夜設定をずっと今日一日引きずってたなんてことは。見た、梅ですか。多分大丈夫だと思うんですけどね。あ、それかあれか。いや、多分これ前雨濡れてボケボケになった時に、素子の周りっていうか内側のレンズの周りが結構汚れたんじゃないかな。拭けるだけ拭いたんですけどね。あ、しけさんいらっしゃいませ。筑波林林ロード、私は今回2回目です。10年ぶりだけど。そうそう、私もタイムシフト見てて、ちょっとなんか例えば
そうそう、こういうところが白っぽく見えますよね。これはレンズが汚れたんじゃないかな。ウェブカメラ買い直さないといけないかも。そう、書いてないです。水没というか、内部まで思いっきり浸水して、で乾かしはしたんですけど、やっぱりちょっと完全には治ってないですかね。段差で、あ、そう、細かい凸凹ありますね、結構。お、観光地価格じゃないな。何なの。まだお茶とかあるんですけど、トマトラーメン、他でも見たことある。紙パックで少し飲んどこうかな。紙パックは生茶、あ、もう、あれ？あ、観光地価格じゃないのがすごい、こんなとこで。標高も高いのに、あれ水没ですね。なんか、ここだけ拭いたんですけどね、多分まだ綺麗になりきってないと思う。今紙パック110円じゃないですか。で、あの缶ジュースが120円。でも最近100円110円の缶ジュースも多いからな。まあ普通ですよね。時間増えてますよね。うちの会社のフロアに置いてある自販機は110円なので、安い外の自販機よりも高い。もうちょっと福利厚生なんとかしろよ。いや、缶ジュース110円ってところから会社がバレるかもしれん。あ、今読み上げ小さくしてます。こんな内容のコメントを周りの皆さんに聞かせられるか。ロボさん1枚いかがですか。は？あ、これですか。本当は2人いないと合わない気がするんですけど。いや、それはちょっと恥ずかしい。なんだっけ、今のどうでしょうね。こんな感じでしたっけ。本当は旗持ってないで、旗とかのあれだ、杖持ってないといけない、杖。いや、これでこういかにも観光地っぽいのかなと。ああ。Z さんが観光写真っぽい観光写真を撮ろうとしてました、今。オープンカフェの、ああ。今日お姉さん？どこだ？じゃあ、行きますか。予想外にいろいろ多かったなぁ。人、やかましい、やかましいよな。そうですね、ざわ。いや、若い人も結構いると思うけどな。再選、私は神頼みしないので、金銭は献上いたしません。つい朝霜が出ると思うよ。今のゆっくり下ってるように見えると思いますが、私はできるだけ急いで下ろうとしてます。てか急いで下ろうとするとだんだん足がいいこと聞かなくなってくる。おじいさん気をつけます。畑？いや、あ、最近出雲大社があれじゃないですか。出雲大社に、あの年齢層の女性は何と言ったらいいんだ。
女子力世代が、女子力世代が出雲大社行ってるそうじゃないですか。はい、はい、ありがとうございます。世代を指す言葉じゃないかな、女子力は。あ、天気いいですよ、すごく。なんかあれ、アップルっぽいな。アラサーになるのかな。まだね、女子力世代、適当なこと言ってますけどね。アラフォーなのかな。アラウンド40。パワースポットか。この間あの先週行ったところは結構パワースポットで有名なところに近かったんですよ。文具井峠スイーツ。うせえ、お腹すいた。すごいな、なんか。何世代、なんかそういう人たちが出雲大社に行ってるって、前は確か出雲大社に行った時に聞いたので、あのあなた方から、あんたたちから。自転車がまだ残ってました。うん、アジサイ多いんですよ。もう終わるのかな、アジサイは。時期的にはとっとと終わってほしいけどな。よし、メイン観光終了。グローブ大丈夫です。出雲なんか工事やってましたっけ。 GPS もまだ残ってました、なんと。自分はあの、ね、山門のところで大判焼きを山門、一番最初に待ってた。あ、あそこですか、大判焼きか。人が大判焼き食ってるとすごく。今11時半か。入り口のところでどんぐらいだったかな。結構あれすぐ行きそうなイメージ。10キロもなかったような気がしますね。いやでも別腹で。別腹で。あの大判焼き用の胃袋ありますよね、確か。人間には。そう、あの甘いもんだけでくくるとまた食えなくなるんで。メニュー別に。あんみつ胃袋やら、大判焼き胃袋やら、昼食別腹で、別腹で。うわ、じゃあまたニュースか。うん、ありますよね、今川焼きを。今川焼きをと大判焼きをがまた別にあったら。お、あと餅、あ、最近餅ネタやってないですね。餅ネタなのに、いや、クリーム用と。そうしようか、いいな。自転車、あのさっき登るときは辛かったですけどね。大判焼き、あ、確かに大判焼きは皮ですよね。あんこもまあいいけど、120円か。白あん、うぐいす、小倉、小倉か小倉か。たこ焼き、あ、サイズ的に良さそうですね。よいしょ。小倉うぐいす白あん、小倉うぐいす白あん、どれだろうな。小倉はですね、最近中山駅の近くにあのたこ焼きじゃないや、たい焼き屋さんができたんで、小倉はよく食ってるんですよね。うぐいすだな、後ろポケットに。いや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 、あ、どうしようかな。ちょっと映像は下向けとこうかな。ちょっと、ウグイスください。あ、1個で。で、ちょっとこれ520円。小銭がちょうどそれで全部です。これで小銭が全部なくなった。はい。暑い。
あ、もうこのままでいいです。すぐ組んで。はい。落ち。よいしょ。あれ？なんか聞こえづらいな。よいしょ。じゃあ、行って、うるさいな、ここ。ウグイスさん買いました、ウグイスさん。小銭入れに、500円玉、100円玉、10円玉、5円玉、あと1円玉が5枚あった。10個。発電機ですね、この音。いただきます。からあ、そうだ、ポタハイのん、いやいや、これ120円です。ウグイスワンはもちろんウグイス豆でしょうって、ウグイス豆ってあったっけ。あ、建築中、建立中、見えますかこれ。巣作ってますね。まだ作り始めたばっかりだ。体が赤っぽいけど、なんだろうこの蜂。うん。うん。あ、ウグイスさんかぶった。しまった。ジョウバチが、こういう、アシナガ系のやつのジョウバチっていましたっけ？どんなんだっけ？ん？お釣り400円もらいました。ん？うまいうまい。やっぱ、ウグイスさんはやっぱりウグイスの味っていうか、あの香りうまいですね、これは。で、なぜか Z さん、ウグイスさんの大判焼きのバッグに、アジサイを取ってる。なぜ大判焼き&アジサイ。あ、枝豆なんですかこれ。え、枝豆なんだっけ、人形だから、うん、すごいな、ほんとここ観光地として入りすぎ。ウグイス頭からバリバリと。あ、そう、写真撮る人撮ればよかったな今。あ、おいしそう。すごいですねここ。うん、自転車のとこまでなかなか戻れない。ここらで一杯熱いお茶が怖い。あれ、ここらで一杯お茶が怖いだっけ。語呂も考えないといけないからな。楽ですね。でも額にあの色つけるってなんか演出過剰じゃないですか、アジサイさん。額なら額らしく緑っぽくしときゃいいもの。納豆か。かなりあの匂いは強烈そうですね。私納豆好きですけど。あ、しかしこれは腹たまる。熊田さんから、パワースポットってことは多分ないと思いますけど、どうでしょう。スパゲッティ食ってジュース、あのみかんジュースのオレンジジュース飲んで、でお前焼き食って、こっからカフェで昼飯食おうってとこなんですよ。いらっしゃいませ。今ここは、あの、天引観音っていう、リンリンロードの脇にある、結構山の方に登ってきました。で、今観光を終えたとこです。昼飯ちょっと放送するかどうかわかんないです。まあ、今日は一応聞いてみるかな。最近よくもう昼飯はめんどくさいんで、朝食、いや、そうでもない。今日のカフェはどうだろう、宣伝されることを歓迎されるところなのかもしれないけど、まあでもそれ前提に聞くのもあれだな。そうそう、最近私太ってるんですよ、かなり。この間コメントでも、あの、スラッシュつくとかでささやかれてたけど、今来たのおばん焼きです。ウグイスさん、あの、体重実は測ってみました。おととい測ったんだっけ。おとと早かったら驚きの 66.6kg、 悪魔の数字。大学、いや、入社してから1年目ぐらいかな、の、
時に一番体重が増えた時が70キロいったんですけど、それに近づいてきてる、やばい。前60キロで安定してたのに。ん？悪魔の体重。身長168なんで、もうかなり来ちゃってますね。もちろん太ってると175までない。やばいっすね。気付けないと。気付けないと言いながら曲になってますね。自転車の時は何食ってもいいような気がするんですよ。こんなに距離走ってないです。よいしょ。かなりやばいですね。もう十分太り気味の範疇に入ってる。うん、数字だけですからね、走ってるの。普段がですね、飯食った後に夜食というかお菓子とかつい食っちゃうんで、ついやっちゃうんだって感じで、夜にアイス食ったりしちゃうんで。うん、いや、常に走ってないんですよ。つい食べちゃいますね。そう、私は、あ、ちょっと読み上げ小さいの、これ聞こえなくなった。なぜ？ちょっと読み上げの音量を下げたままだったんで。うん、でもやっぱり食いすぎっていうか、夜何かしら食ってしまうところが良くないですね。読み上げ、これか。自転車通勤少しとか、それも考えて引っ越そうかとちょっと思ってますね。でも職場がいつ変わるか分かんないしな。夜ご飯、そうそう、こんにちは。昨日は一応うどん一杯食っただけで我慢しました。そしたら今日は食いまくってる。